はい、今回はね、ファクタリングというちょっと聞き慣れないお金の作り方についてお話しようかと思います。まあ今ね、いろんな会社、中小企業、個人事業主さんが結構資金的に苦しい時期だと思うんですよ。で、そこでですね、ファクタリングという業者さんがいろんな会社に対してですね、アプローチしてきます。要するにファクタリングってお金をどうやってね、工面するかっていうサービスなんですよ。もうちょっと具体的に言うと、ファクタリングっていうのは、まあ企業とかって売掛金とか買掛金がありますよね。商品は納品したんだけども、お金を受け取るのは来月ですよとか、再来月ですよみたいなのがありますよね。要するに商品やサービスを納品した後に、まあお金を受け取るのにちょっと時間があるんですよね。でもそのお金、受け取るのは来月とか再来月なんだけども、すぐ欲しいわけじゃないですか。じゃあすぐ欲しいって時に、その、売掛金、買掛金があることを担保にですね、このファクタリング業者さんっていうのが、それを買い取りますよって話なんですよ。債権をね。いわば債権を買い取るってことなんですよ。で、現金をすぐに振り込んでくれて、で、取引先の企業さんから、再来月ぐらいにある入金分に関しては、このファクタリング業者さんに、まあ、お支払いするっていう形ですよね。まあ、だから、来月とか再来月の確定した入金を、待っている会社さんとしてはありがたいですよね。まあ、ということでね、ファクタリングっていうサービスちょっと調べてみたんですけども、なんとですね、審査をするために保証料として売掛金の 20% ぐらいを払えっていうわけなんですよ。ね。すごいでしょ。なんかね、審査を受けるための保証料がすでにかかるんですよ。例えば、再来月に業者さんから100万円の入金がある予定があるよってこと。ね、お話しすると、じゃあ20万最初にくださいって言われるんですよ。ですからね、金利 20% とか、そのレベルの利息を取られるのと同じですよ。ちょっとやってらんないですよね。プラスですね。プラスまだあるんですよ。ファクタリングお金払いますよね。で、その、いわゆる債権を回収する際に、まあそのファクタリング業者さんにお金行くんですけども、さらにですね、その手続きをするのに 20% 出せって言うんですよ。簡単に言うとですね、審査に 20%、実行に 20% 出せということなんで、100万円の入金がある予定の業者さんが60万円しか受け取れないってことなんですよ。わずか1ヶ月先、2ヶ月先の自分のサービス完了したお金を受け取るために、40% 経費をファクタリング業者に払えってことなんですよね。一刻も早くお金が欲しいところっていうのは、借金をするよりだと思って、こういうサービス使うんでしょうけども、えげつないですよね。だって、それだったら、銀行に借りたりとかね、キャッシングローンを組んだりとかでいいわけですよ。まあ、ですので言うに、銀行からもお金が借りれない、キャッシングももう限界っていう人に対して、もう最後のね、廃棄処分みたいな感じで、このファクタリング業者っていうのがあるんじゃないかなと思いましたね。こんなね、40% も分取って、なんでしょうね。そんないろんなサービスがあるもんですよね。まあ、今回ね、ファクタリングってものは、結論として、利用しない方がいいよってことをお話して終わろうかと思います。まあでもね、保証料とか、なんとか料とかね、いろいろありますけども、せいぜい回収するにしても、3% から5% がいいとこじゃないかなと思うんですよ。それにしても、1ヶ月とか2ヶ月で 3% 5% 抜けるんだったら、年利で 30% とか 40% なわけじゃないですか。ちょっと法外といえば法外ですよね。まあ、ファクタリング業者さん、よく考えたなと思いますけども、これマスクよりは私の評価ではね、マスクの転売より悪質だなと思いますよ。まあ、多くは営業マンのコミッションになるんでしょうけど、ね、会社が儲かるというよりも。まあ、今回は以上です。ファクタリングにご用心ということで、私の試験を述べさせていただきました。